これミユさんがですね、腰が痛いって言ってるんですけど、ホースをね、やってるんで、ここからエネルギーが出てるような感じなんですよね。はい、ということで再治療院、訪問期ということで第3弾をやっていきたいと思うんですけどね、まあ、ちょっとない中でも出てくるんですけど、こういう今これ私も買って持ってるんですけど、これはエアキューブというものなんですけど、まあ、ここからエネルギーが出てるという感じになるんですね。で、まあ、非常にこううちの親とかでもちょっと試したんですけど、まあ、元気になるんですよね。それがちょっとわかるんで、非常に重宝してます。で、家にちょっとかけっぱなしになってるんですけどね、だいたいこれ家1軒分ぐらいのエネルギーをこうね、活性化するところがあるっていう感じですかね。まあ、名前としては空気活性器ってなってるんですけど、はい、こうエネルギーをこう集める感じがしますね。もしかしたらこれね、いろいろ石が入ってて、そのパワーストーンとかのエネルギーもこうパワーアップするのかもしれないですけど、ちょっとどうすこう体感してもらうしかないっていうねものなんですよね。体感した人はこう分かるんですけど、まあ、そういうもんですね。はい、ということでちょっと映像の方行ってみたいと思います。はい、空気とか、はい、まあ、活性化した状態とか、うんうん、あとまあ水とか、まあ、漢方でもそうですけど、やってると味覚が変わってくるって、今まで美味しいと思わなかったのを逆に美味しく感じたり、うん、断食と似てると思いますね。断食すると味覚変わるっていうのと同じで、はい、体の状態のコンディションが多分リセットされて、はい、本来多分好きな味っていうのが出てくるんだと思います、ね、うん、もしかしたら こっちの薄い方が本来の味なのかもしれない、ね、あ、はい、なるほどね。だからちっちゃい子とかは多分こっちの方が好きな、もう体が慣れてない状態だと多分ドジツイノっていうか、うん、パンチの状態、そう、パンチがなくなっちゃいましたね。パンチがなくなっちゃったんで、あれマイルドになっちゃった、うん、って感じですね。はい、はい、あ、ここはですね、あ、ちょっと待って、偉いね、なめ、まあ、今何やったかっていうとですね、まあ、このエアキューブとかこういうものの上に、こうワインを安く買ってきたワインを置いて、こう置いてちょっと置いといたんですね。ちょっと味が変わるっていうね、実験ですね。はい、だからね、私多分このぐらいでも酒飲めたと思うこれテレモさんのショールームになるんですけどね、これがアルコールダメな人なんですね。アルコールがダメなんで、喉にも入っていかないんですよ、ね、敷地内にありまして、誰でもこう体験できるっていうか、いいようになってますね。もう一回やって咳出るね入っていくので、なんかちょっとむせる。味は確か変わってるよな。違いますね。うん、変わってます。なんかさらって、こんなに簡単に変わっちゃうんですね。ピッコロでもすごい強いんですね。すごい、だからこっちがこっちでね。うん。だって、同じ。すごい。もしかしたら今3分でやってますけど、瞬間で変わってるっていうところで。置いた瞬間で、はいはい、やってるうちにこう周りの空間も変わってくるんで、もしかしたらこう家に置いてるうちに3分が2分になって1分になってて、こう瞬間で変わってくるようになると思ったんですね。牛乳を食べさせたかったけど、1週間ぐらいやる。私たち今平気だよね逆にフレッシュだ、これ先生さっき、これちょっとね、ちょっと上げてみて、賞味期限が1週間ほど過ぎた牛乳を、過ぎた牛乳を入れてるんですか、うんうん、
私たちは飲んだんですけど、自己責任で飲んでみたんですけど、あちょっとうんって感じが、いや、もともと賞味期限を過ぎてない牛乳をやった方がいいんじゃないか、たまたまそれしかなくて、ああはい、なるほど、携帯球あの、あの、で、うん、あの、野球部じゃなくてね、ピッコロだから、ナーセンの方の安いものをして、いや、もうすでに、その、今この牛乳をかける前のは飲んでますよ。なんか変な感じしたよね、先生ね。変な感じします。変な、ちょっと、その、期限切れっていうのが頭にあるからかもしれないけど、変な感じがした。さらにピッコに乗せた、うん、じゃあ最先生が楽しい、じゃあさ、オーユーでございます。オーユー全部オーユーです。あ、なんかもう一杯もう一杯、変な香りがなくなってます。変な香りが、あ、そう、もう飲んでみて、面白いです。えぇ、ー、えいや俺これあのヒゲだからさ、大丈夫なの、子供がさ飲んでさ、だいぶお腹壊しちゃったりしたね。私たちはさ大人でさ、そうあれじゃん、だから家に帰って実験して、家に帰って実験してみて、ね、そうやり放題だからね、やりたい方で、はい、牛乳ありますでしょ。あ、ありますよ、うん、はいはい、ヒゲのうちにありますけど皆さん、テレビ見てる皆さん、賞味期限牛乳、牛乳ではやらないでくださいね。はい、ということで大丈夫かな、こんな感じで。なんか本当に飲んだ瞬間、変な感じがしたんですよ。うんうん、ね、うん、なんかちょっとね。うんうん、あ、それがなくなった。で、先生が言うので。確かにフレッシュな牛乳とは違いますけど、違うなりにすごいなんか、こう、さらっとしてというか、変なこう、香りというのか。なくなってる感じがしますね。今もう1分ぐらい、どうなんでしょう、試してみますか。ちょっともう2分ぐらい、2分ぐらい、うん、なんか違いますよね、変な香りとか、ね、甘いですよね、賞味期限とは思える、うん、ヨーグルトになったりはしないんですよね。ヨーグルトは にはならない。うん、ね、これいい牛乳で試してみてください。はい、わ、はいはい、かりました。どうもありがとうございます。ダイヤルを上げる仕組みなので、最終的にはこう物を使わず意識でやる日を夢見てますね、はい、夢見てて、はい、必ずできるようになる。ありました。だって遊んで、そうだ、子供は綺麗な手してんもんね。私なんてザラザラだから、だからこれ化粧水にもなるし、あの口の中でもいいし、頭でもいいし、目でもいいし、頭良くなるんだけどね。アグラ、万能水って書いてますね。万能水ですね。アグラは本当に、あ、見てほら、こんなに早く、あ、なんか来ました。あ、あ、すいません、私が買います。ありがとうございます。すいません、野球部持ってきました。あ、ありがとうございます。30分で出たから助かります。すごい速さで、あ、あったんですか。買ってしまった。おめでとうございます。ありがとうございます。どうも、はい、はい、買ってしまいました。ありがとうございます。確かにそうなんですよね。確かに素晴らしいです。気づきが今言った分戻ってきますよ。物事の下に立たなきゃダメってことですか、やっぱり。そうですね、出す方に、出す方になるってことですか。取ってるの。うん、原理原則から言うと、うん、
その出したものが返ってくるっていうサイクルで考えると、はい、こう受け身だと抜けていっちゃうってことになるんですね、もらったものだって。なるほどね。そうそう、宗教団体依存しちゃいけないんですよ。そうそう、依存すると出ていっちゃう出てちゃうんですよ、その場限りなんですね。やっぱり食事、料理なんかも、うん、自分がこう作る立場なので、はいはい、作れば作るほどこうなんかスムーズにしてくれるとか、上手に、うん、味付けとかも、うん、そういうのやります。でも本当にちょっとこれお手伝いでやってみたいな感じで言われると、うん、あんまり美味しくできてなかった。じゃあ逆の手伝いやろそうそんな感じですかね。それもそのそんなにですね、うん、それとのこうエネルギーの不足っていうのはそのままなんですよね。あ、うん、そう、それで言うと、自分が出して圧が高まってるから美味しくなる。どうでもいい、どうでもいい。それとやっぱりその料理で、早くもうみんな待ってる、早くしなきゃみたいな時に、はいはい、ちょっとイラッとしちゃうんですかね、もうもたもたなってると、うん、でそういう時ってやっぱりこう、なんていうんですか、いびきちゃったりとか慌てていびきちゃったりとか、うん、その食事もやっぱり美味しくなかったりとか、うん、うん、手抜きっていうか、うん、そんな感じになんですよね。そうそう、なりますよね。それがその本当に血の世界とかエネルギーの世界そのものなんですよね。それが気なるんですよ、うん、それが気なるんですよ。それで弾道力、段取りってパッ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 パって進むときはとらわれてないんで、気が巡るんで美味しくなるんですよ。でも段取りでしくじってこうテンポがパッパッガクって崩れちゃうと、こう圧が抜けるというか、何それ、ここでこう気が棒に取り付かって気がドツしちゃうんですよ。段取りのいい料理は美味しくなるんですよ。家庭の方は、自分の家事とか仕事を通して出したものが帰るっていう原則、気の原則というかを見てもらうと、実は特別になんか修行しなくても家事を通してこうある意味気の修行というか気のこうマスターになってくる。あとありますか、その法則から見るとっていうところは。はい、これが嬉しさ。あと例え話として自分が思うのは、内圧が高い、内圧が高いと活性化する。家とかもそうで、人が住まない家とか、あと汚れてる家は早くこう、ありがとうございます。悪くなる感じがしますね。長持ちしないというか、丁寧に掃除したり、人が住んでる家早く長持ちするっていうのも気の性質なのかなって感じしますからね。こうどん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 ってこう歩いてて、要はその活性化につながってるんですよね。こう人がトン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 って歩いてるのが、体をこうやってトン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 ってやるのと同じで、血の巡りが良くなってる。人間の体もこう少しトン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 ってやると、使ってないところとかをトントントン
と下がるとそこが目覚めてくるって感じで、家も使ってないとこ片付けたりこう動いたりするとこう循環するというか気の巡りが良くなる、空気がなんか綺麗に感じる、空気が綺麗に感じるっていうか、ね、だからそんなもんですよ。うん、だから、お湯も熱なんですよね。お湯も熱で、うん、今こう、歩いてトン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 ってやってるのが場を活性化してくれてるんですよ。これ、空気、なんだっけ、活性化性器、活性器でこうエネルギー入れるっていうのはやっぱその場限りになってしまうんですか。ここでやっちゃうとそんな感じになっちゃう。パワースポットと同じ。パワースポットになっちゃう。パワースポット。ねえ、よかった。ここにいたと取れない。そうか。家の中をやっとくのはまあ自分ちをパワースポットにするようなもので、だけどまあそこにいる分にはまあいいけど、本人自体が変わってないと結局外行ったらエネルギー落ちちゃうと思うんですよね。そうなんです。同じパターンになって。そうか。ただ、やっても悪くない点っていうのは、活性化した状態を体感できる、はいはいはい、あまりにもこう体とかガチガチだと、はいはい、自分が凝ってること自体に気づかないっていうことがあるんですよね、はいはい、自分が、まあ、体もそういうのにとらわれてたんだって気づければ、うん、そこにまた戻ってこれるきっかけになるっていうのと、出したものが入るっていうので。本当に活性化するのかな、すごい活性はそのこの子供たちに、さらに活性化しますね。こいつらはみたいな。ただこう出したものが変えるっていうところから見ると、はい、この活性化フィルターとかもなくて、はい、基本的に汚れを出さないんですね、あ、はい、汚れを出さないで、あの自分の家だけじゃなくて周りも活性化するので、自然に対してエネルギーをこう循環させてるので、その分は戻ってくるので、あながち全部なくなるってわけでもないので、はい、たださっき、まあ、高気圧みたいなもんでしょ。高気圧みたいなもんだから、ここにガーってエネルギー寄ってきますよね、うん、まあじゃあ家に高気圧が出るようなもんだから、周りの家も通り道になるからエネルギーが通るかもしれない、ね、通るかもしれない。ちょっとお裾分けみたいな感じになるので、さっきの話で生活パターンとか心が変わらないと、やっぱりパワースポットになっちゃうので、一歩出て外に行ってまた戻っちゃう。お前らカメラ全然意識してないな。撮ってる、撮ってる。この間全然静かいな。やってもらって、はいはいはい、腰がすごく痛くて、はいはいはい、で、その日の夜とか次の日ぐらいはすごく調子が良くて、あれ治ったって思って、すごいって思ったんですけど、やっぱり自分がやってもらっただけっていうか、ただ単にこう一瞬パワースポット的なエネルギーがその時もらっただけだから、やっぱりその後もずっとこう、あれやっぱり痛かったら痛いな、戻っちゃうっていう感じですよね。だからこう少し自分でもそこを意識してあげるとか、そういうとまた違ってきます、今どこか体で一番凝ってるというか流れが悪いとかありますか。腰なんですかね。ちょっと横になってもらうと頭にしてうつ伏せになってもらっていいですか。腰でやっぱりおなかが入ります、入ります。じゃあ一緒に出るなよ。1週間で顔が出た。あ、そうですよ。
っちか片方の顔だけですよ。どこ向いてる？うつ伏せで片方はどっちか。うん。ちょっと今回はなんか、お前も寝ろって寝るんじゃん。聞きました。ちょっと失礼します。ミャスターニャーダの無限のフォースパワーを今注入してます。
筋肉っていうのは、硬くなることで、そこに圧をかけてくれてるって考え方があるんですよね。筋肉が？そうそう。逆にエネルギーが高くなると、そこが柔らかくなるんですけど、その筋肉ってこうギュッとこう硬くなるんですよね。こう血が流れが悪くなると、それが逆に悪いことじゃなくて、そこに圧をかけて守ってくれてるっていう考えがあるんですよ。筋肉はそういう意味で鎧みたいなもんなんですよね。鎧みたいなもんで、そこに圧をかけてくれて体を守ってくれてる働きをするっていう考えがあるんです。空気活性器が日本中の結構ランドに置いてあったらいいですね。置いてあったらいいですね。自分でできるし、なんかお湯の中にこう突っ込んどいて、パワー温泉とかね、あったりですね。今実際その空気のお風呂療法っていうのが結構効果が出てるんですよ。本当にその通りで、着地に着ブク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 してもらうと、はい、その単なるポンプのこうバブルとは違って、やっぱりこの活性化したというか、圧が高まった空気を流すと水も活性化してくるみたいな。それでそこに入るっていうのが意外本当に人気なんですよ。だから空気活性器兼温泉も作れますみたいな、水活性器。どうもそのブクブクブクってってやった後に入るよりも、ブクブクブクってやりながら入る方が効果が出るんですよ。エネルギーっていうのはこのバッて一瞬入れるよりも、はい、こう持続的にこう充電していくっていうのが効果が出てますね。実際40の方とかも人気あります。そのブク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 、そうそう、のブクブクをお風呂に、この大型もあるんですけど、この温泉用の大型でも、この小型でも、なんか結構っていう話をしてるので、これと、これと、そうそうそう、原理は同じ、原理は圧をかけてるっていうのも同じ原理、同じ原理じゃあやめてもいいよ。座ってる？座っていいよ。うん、座って、うん、オッケー。だから、今度着物までを良くする。自分でこう動かしてあげたりとか、あと、さっき言った筋肉ってそこを守ってくれてるものでもあるっていう考えがあるので、そうすると、その、変わった感情とか、そういうのをこう、手放していくと、これとかを止めていきたい。こう、届かないよ。こう、ね、ああ、まあカメラ撮ってますんで、すいません、ありがとうございます。そう、体前届かないってことね。え、うん、それが受けてんのね。でも助手でやってくれて助かります。素晴らしい。いいな、笑えるポイントがいっぱいあっていいな。
コースが届かないっていうのも笑ってないな。笑うっていうのもこう圧をかけてこう呼吸法にもなってるので、ラクターヨガとかで、はい、やっぱりすごい体、僕も体験してみたんですけど、体温まってきて、はい、すぐ温まってこう気の巡りが良くなってくるので、まあ、笑うっていうのもいいですね。気の巡りが良くなるので、全身に最近言ったこう吐く、息を吐くのが、吐く方が圧が高まるので、わはははっと吐くと圧が高まります。なんか太ってる方がなんか体温が高いような気がするんですけどね、うんうんうん、圧力がかかってるから、圧はかかってるし、その分だから、うん、あの歌手とかも体格がいい方が、はい、気のあるこうオペラとかね、うん、だからあっぱせ、ありがとう、なんかすごい私冷え性で、で一時どこかから、通販でこう、お塩を取り寄せて、はいはいはい、まだ遊びたいけど、あれ警察だって動かないか、一緒に来てやる。やってもいいし、ここに背骨があるから。コースを掴んだ。マスターにはコースを掴んだ。自分にやってもいいけど、自分の気持ちいい。お塩を通販で取り寄せて、はいはい、お風呂にまあ入れるお塩なんですけど、まあ一時使ってて、まあ湯冷めしにくいみたいな感じで、はいはいはい、で、何年か使い続けてたら、やっぱり本質的にはちょっと変わったのか、冷えが改善されたところがあるんですよ、はいはいはい、それで、つい、また最近、水野先生の方のホームページかなんかで、焼き塩を自分でやってみて、お風呂に入れてるんですけど、やっぱり、その、今日まで買ってたお塩も、まあ、いいがいいんですけど、それよりもすごい本格的に、焼き塩が、風呂の肌に目覚めが全然なくて、主人もすごいびっくりしてて、ああ、いいですよね、本当はですよ、はい、結構、お風呂に相性いいですよね、そうですね、腰が痛くて、で、その塩を、まあ、こうくるんで、布にくるんで、で、腰に当ててた時があったんですけど、それもやっぱりお背中っていうか腰が温かくて、何かかかってるのに、なぜか温かみを感じて、すごいなって思ったんですよね。まあ、すごい痛みがとかも緩和されたような感覚がありましたね。少しくらい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 今そこを戻る、元に戻る力が十分あるってことなので、活性化すれば、なので、あとはその、塩とかを使わないで、ね、活性化するのがこう
もう身につけると。そうですよね。はい。好きなことやれてもいいです。楽しさってすると、もう気の巡りがワクワクするっていうのと、気の巡りがよく、内圧が上がるっていう。ワクワクっていうちょっとこう、ちょっと蓋がちょっとついてる感じがある。生み出そうっていうような力が働くので。そうですよね。やりたいことができると楽しいですよね。時間が経つのもやっぱりすごく早く感じて、あっという間な気がするし、やっぱり気の巡りが良くなって、コンディションが上がってくると、意外と楽しくあっという間っていうのが本当みたいですね。いい状態ですね。あっという間に気づいたらもうこんなに時間が過ぎてたみたいな。それはエネルギーの充電のようになってるんですよね。自分に合ったそういうのを見つければ、そうここでチャージされる感じ。チャージされる。小さいうちは自分の好きなことをやったりするので充電するんですけど、大人になると嫌なこともやらないといけないからね。それでこう鈍ってくると、エネルギーの充電よりも放電が多くなっちゃうから。なんでだよ。こうコースでやるのも楽しんでやってるでしょ。こういうのが充電の充電になってるんですよね。最後に言われてやらされてやってるみたいなものだと疲れてきてエネルギーの向上になるけど、楽しんでやるとみんなのことが充電になる。学びすごい気持ちいい。すごいわーってなんか大粒が出したものが入るっていう自然の法則を内圧を高めるっていうところでいろいろ本当にしてもらうと自分なりのコツが見えてくると思います。周辺のコツが、今日は何が良かったのかわからないと再現できないのです。でも、ここでこう圧がかかって、それでこれをやったからよかったんだって分かると、今度からそれできるんですか？意識する。はい。じゃあ次見るかよ。いや揺らすっていうのも自信がないほど気まぐれが好きなので、体がこう、ひっくり返そうという揺らしたり、貧乏ゆすりってあるじゃないですか。あれもこう揺らして、気の巡りが良くなるんですよ。こう圧がかかるっていうか。揺れるっていうのも、こう、ちょっと揺れにくいかもしれないですけど、圧がかかってるんですよ。この状態よりも、熱振動もする。揺れてる方が圧がかかるので、細かく揺らすと気の巡りが良くなる。だから、揺れるといいです。こう、プルプルプル金魚運動、細かい金魚運動みたいな、プル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 って揺れると圧がかかるので、ちょっと意識してこう揺らしてみる。じゃあいいよ。じゃあここで置いて。はい。背中に入るかな。
Thank you.
あと、私すごく静電気がやっぱりバチバチ、この季節すごいんですけど、はい、一枚やっぱりしまっておいて、和室の空間はこう物を置かないんですよね。畳の上には物を常時こう固定化しないで、畳の上はきれいにしておいて、そこにこう必要に応じて物をパッパッパッパって出すっていうのが、すごくこう圧が高いような感じがしますね。メダルを一つ、だから合計4枚。これは応援してくれてるっていう方が、これはやった。言わない。
ちゃダメ。じゃあ、やっかよ。自分一人だって思うと、一人の厚さじゃあ、俺が知ってるのはこの3枚。ここに関しては、で、あともう一人は、もう一つは、ミユシが応援してくれてる。だから、俺のいるところじゃいる。じゃあ、また。みんなの圧がかかる。だから俺が言うところじゃ意識の圧っていうのは定型されないので、それをうまく使うとすごい発生化が早いですよ。まだだよ、まだだよ。意識の圧の使い方が面倒だから選んでダメだよ。コツですか。なんかそういうの経験あります。使い方でこう元気が湧いてきたりとか、血が抜けたりとか、出したものが返ってくるというこう循環ですからね、うん、自然は循環してますから。え、それ科学？うん、私それ科学って思ってないから。それ普通に引き寄せの法則とかは普通にスピリチュアルなことだと思う。科学なんですか？科学ですよね。科学と思えば分かる。本当ですか？分かった。ただそのあれなんですよ、エネルギーとかは体感しないとわからないんですよ。だから体感しないとピンとこないかもしれない。私は本当にスピリチュアルテレビを通じて、もういいよ、お会いしたり、はいはい、あの一番さん、ここ隣にいらっしゃった一番さん、はいはいはい、いちごさん知ってますか？石田くんとか、あの他のスピリチュアルテレビで見た方と、はい、あのお話しする時がすごく楽しいんですよね。もうちょっと俺が先に言ってって言うまでちょっと言わないと思ってるので、ね、そこら辺は本当なわけで、やっぱり時間が過ぎてしまうので、そういう話を聞くのも好きだし、で、まあ、自分が体感してるってことは、うん、あんまり何のかもしれないですけど、でも言われてここにいるってことは、ね、体感さっき言った、はい、運転席とずっとの違いとかって体感なんですよ、はい、それを意識してないだけなんですよ。我々は気の世界に住んでて、エネルギーの世界に住んでるんだけど、その見方をしてないから見えないんです。既に体感してるはずなんですけど、それを体感してると気づいてないんです。例えば自分が好きなこととか好きな人とかだったら、みんなこう楽しい気持ちになるし、精神の血流も良くなるんですよ、うん、体のコリとかも取れてくるんですよ、うん、で自分が苦手な人とかこう嫌なこととかに直面すると体がこう怖がってくる。勝手に先生の引き出しを開けてもダメだな。それって気のせいじゃないですか。好きなことやると元気になる。ああ、そうですね、はい。この世界を体感してるはずなのに、そう思ってないんですよ。やる気になったらできるし、やる気がなければできるし。近い、後ろ。この世界を体感して、こう無意識では分かってる。もうちょっと
あとオカリナイダーとあと全然知らないもう一つ。うん。うん。実際日常なんて、意識的に見ていくってことになるんですよ。意識的に見て意識的に利用する、うん、その出したものを返す。違う違う見てください。ちょっと耳悪いよ。違う。内圧を高めるとそこに気が向いてくるよというところが発生するよということを意識して体感していくってことになるんですよ。本当だ。意識しないと通り過ぎちゃう。だから直感と同じで。最後の一個は絶対嬉しいと言ってって今言うのよ。はい。どうぞな。ありがとう。はい。本当に言うのよ。みんな多分一瞬一瞬いいアイデア光になってると思うんですけど、はい、それに気づいてないとこう正解なんですね。最後の一個。あとないかとか。うん。あとこんなことできないかとか。ミッキーミッキーだ。結構庭湯が難しかった。結構残ったか。じゃあ次何十秒数えればいい。え、じゃあ何枚がいい。3枚か。隠すメダル自分で選んで3枚から5枚どれ何枚。3枚じゃあ5枚。そうそうそう。じゃあ、お前が忘れないのさんが置いてっちゃったら。じゃあ使わない。じゃあ、さっきと同じようにこの3枚と俺が自分で選んだこの中のメダルにするから、はい、じゃあ入って、じゃあ60秒って数えられる。うん。じゃあ60秒わ、取られてほしい、全然もうすごい気持ちよくて、はい、ね、自分で当ててもらっていいですか。あ、いいですか、うん、なんかもう昔は、うんうん、すごい肩が、うん、すごい張ってて、ね、はい、はい、もうでも、ロボットみたいって言われロボットみたいって言われあのもう右足と右、うん、手が一緒に出ちゃったみたいな、こんな感じ。ガチガチだった時がやっぱりすごいあったんです。生まれた時はそんなことないです。あ、そう、生まれた時はぐにゃぐにゃですよ。ぐにゃぐにゃですよ。多分ちっちゃい頃もそんなことないですよね。そうですよ。いつなかなかこう、鎧を着たかったらないか。伸ばしたり、叩いたりとか。どうやって、ごめん、ちょっと待って。じゃあ15秒。いろんな圧をかけてるんです。気を流す、うん、もういいよ。コースの力が。あ、今日涼しいな。あ、でもあったかいや。あったかいや、うん、これって前も聞いたけど、中の機械が熱いからじゃないですよね。そうなんですよね。あー、タフなんだよね。もうちょっとで、あ、こ
活性化するんですよね。なるほどね。お腹発酵してますか。幼児体型なんだよね、考えるとね。幼児体型なんですよ、ぽっこりお腹ですよ。あんまり変わらないけど内臓脂肪ではないからいいですよね。あ、そうなんですか。プライムの脂肪だからと思うんだけど、だと思う。いや、あんまり体重ありすぎると動きうるさくなるから、ありすぎるのもだいぶさ。でも、近い。太ってて踊ってる人もいらっしゃいますよね。うん、ちょっと近い、近い、近い、近い。すごいですね、太ってる人ね。お笑いの人とか。近い、近い。芸的にやってる人とか。近い、近い、近い。すごい身軽にこう踊ってる人。到着した。近い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 他にあるだって作って。土の子になっちゃう。土の子だね。土の子いっぱい集めとこうかね。毒とか使う。はい、ありがとうございます。まあ、ここからちょっと向こうでね、奥で、こう個人面談しながらちょっとカウンセリングしてる感じなんですけど、ちょっと音声がね、子供の音声とごちゃ混ぜになっちゃってて、ちょっとあんまよく聞こえてないんでね、申し訳ないんですけど、ここからちょっとカットしちゃうんですけど、ということで再、診療所訪問記ナンバー3でございました。はい、ということで、視聴者のねみゆさんに手伝っていただきまして、まあね、行かれる時があってそれを撮らせていただいたんですけどね。はい、ありがたいなと思います。はい、ということで、まあ参考用にね、こういう、まあ、治療してるところもあるんだということでね、ご理解いただければと思います。まあ人によってこう合う合わないはあるとかと思うんですけどね、こういう選択肢もあるんではないかなと思いますね。はい、ということでまたお会いできればと思います。またテレモスさんはですね、また、機会あればまた取りに行こうと思ってますので、またよろしくお願いいたします。それではどうも失礼いたします。ありがとうございました。